こんばんは。ソングの、LED ガーデンライト、の、チェックです。ソーラーアプローチライト4個セット、カーマで1980円で購入してきました。これはですね、ソーラーパワーを使ってですね、太陽電池で昼間、発電したエネルギーをですね、このような太陽電池、これですね、太陽電池で、発電をして、そのできた電気をこの中にある、ここに電池が入ってるんですけども、ここですね、1.2V 300mAh という、この 300mAh というこの炭酸電池、ニッケル水素電池ですね、これに充電するというタイプです。で、充電されたエネルギーでですね、今度夜になるとこちらの電子回路ですね、この基板があります。光を検知して暗くなると、この LED を点灯するようなスイッチが働きて LED が光ります。で、今この重さですね、ちょっと気になった。すごく軽いんですよね、これ。この電池で、ちょっとこの子に測りがありますので、タニタの電子ばかり、今 0g と出てます。それに乗せてみます。でですね、これ測ってみるとですね、こんな軽いんですね。真ん中辺に置いてみましょうか。真ん中辺に置いて、やっぱり 9g ですね。はい、あおいで。それでは次に、ここに、これは300mAh 1.2V だから300の約 300mAh の4倍の蓄電能力があるニッケル水素電池、これ実は100円ショップで、1本100円で売ってます。ドミンの2階のセリーという、100均ショップ、これを重さ測ってみます。なんと 22g です。重さもこの電池軽いんです。で、これをですね、今から充電して、フル充電して、実際に明るさと、すぐついている時間をですね、これから測ってみたいと思います。